前回のカズキャン、やっぱり寒い中の焚き火は温まるな。ではこの焚き火を生かした焚き火料理行ってみよう。と言うてもただ焼くだけ、分厚い分厚いお肉を焼いて体の中からポッカポカ。さて本日は寝て起きて朝ごはん、たったそれだけ。ああ片付け片付け、よいしょよいしょ。というわけでどうもカズチャンネルのカズです。食に夢中すぎて全然飲んでなかった。ほろ酔い、めっちゃキンキン。さあというわけで設営、夜ご飯と終わり、残すはですね宿泊でございます。宿泊してからの美味しい朝ごはん、ただ今回はね問題があります。寒い。過去最高にキャンプっていうねテントの中で寝るには一番寒いです。今でマイナス2度、さっきマイナス2度だったからね、下手するともう今マイナス3度とかね、そこら辺来てるかもしれません。ほんで今日ね忘れ物もしたんですよね。下に敷くあの銀色のマットと中にちょっとモフモフ、その2つを忘れるっていうね、手痛いことをしております。でも車の中にねそれの代用品になるかなっていうもんもちょこちょこ見つけたので、それでねなんとか暖かくなれるんじゃないのかなと。ちょっと年齢の支度しますか。正直ね意外とやっぱ広い、やっぱワンポール広いっすね。でちょっと今からねいろいろ工夫をねしていこうかと思います。さあ開け。まず今の現状としてはね、下これコット一応地面からね浮かせてはいます。それだけでもだいぶねだいぶマシだと思うんだけど、つべた。照明吊るせたよな。よいしょ。さあではこの中どんどん暖かくしていきましょうぞ。まずカズさんの車の中に常に乗ってるシリーズでロゴスのマットさんですね。でこれ銀マットなので一応熱をね遮断する効果もあり、ほんでちょっとふわふわ食感もあるので、多少マシにしてくれます。まずこれちょっと下にねちょっと敷いていきましょう。そんで寝袋ですね、今回の3シーズンモデルなので冬は対応してないですよねこれ。そっか3シーズンだから、そっか、ちょググっていい？なマイナス何度対応なんだろう。一応マイナスやと思うやん。結構これ高くてさ、定価が3万8000円だって。高いよね。あマイナス6度、一応マイナス6度対応だわ。でいて 840g というね、もう素晴らしいね。やっぱり素晴らしい。だからマイナスね今日多分3度ぐらいになるだろうから、一応ね規定内ではあります。よいしょよいしょ。でこれだけじゃ絶対に寒い。そんでこれゴアテックス、シェラフカバーね。これなんかも すげえ薄いんよ。よいしょ。このシェラフカバーってのが要はこの寝袋の外側にやるやつね。この中に寝袋入れるのよ。でこれを雨濡れとかから防止してくれるんですけど、これするだけでもね多少 2,3 度ぐらいはマシになるとの噂でございます。よいしょよいしょ。あと最終奥義が、車の中に常にね置いてある毛布。これをね内側にやると結構最強なんだけど、結構内側にしんどいよね。寝袋ってそんな広くないからさ。だからこれをねちょっと外側にね、主にこの背中側の方にこれ敷いておこうかなと思っております。 OK。 よいしょ。あとこれ焚き火臭いからね今日。これはねもうダメだ。脱皮して、まだね平均あるんだけどさ、今一応ねここ開けて一酸化炭素チェッカーもね今置いてる状態。ちょっと待って、車の中かな。あったわ、この前大量購入品で紹介したアイテム。来たわ、これをこれ。みんなはねテント内で使わないようにね。なぜかというとやっぱ火はねいろいろと危ない時もあるということで、これですよ。これあったけえんすよ。つかないんかい。やっぱこういう着火マン的なやつはね常に必要だね。いくよ。ついた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 。やっぱ寒いからね火のつきはそんなよろしくない。さあというわけで、
ちっちゃなちっちゃなねストーブでございます。ぬっくい、あ、ぬく、やっぱ無風だとねあったかいわ。これでもあったけ、これのねこのガスが2個バージョンとかもあったりとか、すごいねある意味奥が深いんだけども、あったけ、あ、ちゃんとあの開封、この後ろ開封してますからね。だから密室でのねあの使用はご注意ください。ちゃんとあの一酸化炭素チェッカーなども使って、ただ過信も禁物でございます。今2つ使いではございます。あったか、まあ、ちょっと寝ますかね。もう朝お世話になるこれ、はあ、寒さで起きることねえのかな。本日もねモバイルバッテリーで、動くチート、ベストも来ております。これ北海道はね常にあるみたいな感じで超ポカポカ、低温やけどに注意してね、何でも注意ですねアウトドアはなちょっともうこちらもやめて、よいしょ、決めたねえよ、ちゃんとガスも外して。でいつもはねこのベストの状態で寝てるんだけど、さらにね断熱効果っていうことでダウンもねちゃんと着て、さっきのマイナス5度ってのがあのしっかりとしたあったかい格好をしてマイナス5度まで対応って意味らしいんですよね。だから今日は暑すぎるぐらいだったら最高なんですけど、いけるんじゃないのかなと思ってます。よいしょ、よしよしよし、ふかふか感はすごい、よいしょよいしょ。ナミタイプはねこの身動きが取れなくなるのがねしんどいとこではあるんだけども、とりあえずあったかい。じゃあこの装備で一体どうなのかねちゃんと報告いたします。おやすみなさい。お疲れ様です。朝を迎えることができました。分かったことがある、底冷えなめんないですよ、うん、いつもあの銀マットのやつやってたんだけどさ全然違う、ガチやわこれ、いつもと冷え方が違う、夜何度も起きました。はい、やっぱ冬場は寝るときバッチバチにしないといけんわこれ。ちょっと朝一発温まって帰ろうかな。よいしょ、最近キックスターターのやつばっかだからこの子が嫉妬しちゃうね。ファイヤーボックス今日はお前だ、よいしょ、なんて可愛いんだろこれ。では準備だな、勝手だろうな。よいしょ、はっ、しんど、いや朝からいい運動でした。あとはヒノキ、ちょっと頑張ろうかな。火種としてはねこれめちゃめちゃよくつくからさ、あ、全然違う、いつもの杉の木と全然違うし、削るとねヒノキのいい香りがするすげえお得なんかこれ、どういうことなのね、いつもと感じが全然違うんだけど。なるほど、硬い木初めてやわ削ったの。ヒノキが硬いに分類されるか知らんけどさ、木の種類でこんなに変わるんだね。こいつ自身が結構燃えるからね、今のこの子をねジャッと集めてね真面目に、ようやくキャンプ動画っぽくなってきた、真面目にやるか。カシャカシャずつちょっとカスがいっぱい飛んでっちゃうんだけど、イエスイエスイエス、おイエスおイエス、カメラカメラカメラハンカメラハン、イエスイエスイエス、来たんじゃないの。文明使うからな、これで使わなかったら。え、本当に火使うの。あ、世の中は今21世紀、文明を感じる、すすが出ない。はい、文明チャック入ります。はい、文明入ります。さあというわけで早速ね調理などしていこうかと。こがいいな、ちゃんと平行にして、さあ燃えろ燃えろ、まずお前らしっかり燃えろ。さてと、おーいいね、ちょっとねお湯を沸かせますと言いますかね、ファイヤーボックス楽しいのやっぱり。あったけ、あと火が確実にね上方向だから煙の量がねまだマシな気がする。これで減ってきたら上からねこう
木材をこう投入するようなイメージ。あっちさあ、そしてここで出てくるのはね、じゃじゃんと見える、電気屋さんが作った、うまいカレー、あのコミチンさんのお友達の方ですね、いただきました、ありがとうございます。せっかくなんで今ここでね、あのやろうと思ってる。燃えそうじゃねこれ、大丈夫、耐えれるかこの周りの炎に。溶けんなよお前、ここでマジで怖い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 。卵も茹でとく、ここでお前ならいける。どうでしょう、まあ、温まり方としてはもう完璧かな。卵もね、今更だけど割って普通に目玉焼きにした方が良かったなっていうね、あれもある。多分ねこれもう茹で上がったわ、これ茹で上がった。ちょっと待って、一旦避難しようか。あ、うわすごい、やっぱいいねこれボックスさん。でちょっとね今お湯を伏せさせてもらって、この中に昨日のご飯っすね。なんか汚らしく見えるけど大丈夫ですよ。ちょっとここで温めた方がいいのかな、これちょっと温めつつね。あ、湯気が出てる、湯気が。あ、もういいよ言ってる。こっちにご飯をちょっとぐらいほぐしてあげてね。ほんでここにね、電気屋さんのカレーってなんかストーリーがあるのかな。これ電気屋さんのカレーをここにちょぱっと、あ、ちゃんと具もしっかりめに入ってるわ。明日いただいてレトルト最高で、ここにさっきのねちょい茹で卵落としていく。生卵ですねこれは、完全に生卵ですね。でさらにねチーズ持ってきたんですよ。ごめんもう手でいくわ。ちょっとこんな感じでチーズさせてもらって、すいません文明出てきます、ここで文明。よしよしよし、もういいでしょ。ほんでこれをね点っておけばめちゃめちゃ最高の朝食に見えてしまうという、この不思議、最高じゃないですか。ちょっとサムネ的にちょっと雪をね、まあ、最高ですわ。ではいただきましょう、石焼きカレーでございます。石焼きカレー、ではいただきます。あ、中途半端なことしたからまた煙がばっか。いただきますね。ちょっと温まってっかな、待って、そんなにご飯温まってないちょっと待って、次こそはいただきます、電気屋さん。思ってたの全然違った、甘いすげえフルーティー、そっち系ね。あーうまいわ、子供が結構いける系の味なんだ。なかなかいい方法なんじゃないでしょうかこれ。うん、幸せございますな。うん、レンコンまで入ってるこれ。さて次はあんまりこれをねすすで汚したくないんですけど、カレーでも食べながらねちょっと誘惑の待ちますわ。あ、ごちそうさまでした。さっと、はい、たった一人用のコーヒーを飲むのに最適なやつ。ただ最近お湯をケチりすぎて温度低いままやってるせいかあんまり苦味をね感じない、うん、だから今日はねちゃんとあったかい温度のお湯を投入できるようにねちょっとたっぷりめにしております。よし完璧っす。さあでは行きましょう、たっぷりに注いで。この先っちょからピューって出てくるんだよこれ。こういうポトポトポトと落ちる分量であるのか、こうポト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 って。ではではでは、いただきます。なんかもう雪だらけでデフ板効果で顔が白く見えるね。いただきます。苦いちゃんと、あー過去一苦いわ。まあでもまだ、あ、苦さまだまだだけどね、めっちゃ苦くわーってのが好きなんで。今回の使ってる豆は深入りのやつなんだけどさ、そんなもうコーヒー飲んで本日はね帰ることにしたいと思います。まだね今日雪中キャンプって言っても寒さがまだマシね、マイナス3度ぐらいでまだマシやったんですよ。これがねマイナス5度とかさ7度8度ってなってくると全然また違ったレベルになってくると思うし、今回の装備でねもうギリギリすぎたので、次ね雪中キャンプしようっていう時はねもっ
ともこもこでね向かいたいなと思います。特に背中からの寒さね、それの対策をもう何重にもねしようかと思います。もしねなんかこれこうするといいよ、私よく雪中キャンプするんでみたいな、もしあったらねぜひその快適に眠れるグッズね教えてください。寒さで夜起きたくない。というわけで本日はこんなところでね、またお会いしましょう。バイバイ。